はい、プレイしていきたいと思います。ラフトやっていきましょう。というわけで、ロード。はい、静止化ワールド。いきましょう。でもみんなコメントでヒント言いすぎ。もうね、ヒント言いすぎ。わかっちゃうから、そのヒントで普通に。もう、つまりそういうことでしょ？ネイル作れちゃうわけでしょ？ほらー、もう。うわあ、もうヒント言いすぎ。気づくまで待ってよ。もう全部ヒント言いすぎやん、もう。濡れたレンガ、砂と粘土なんだ。へえ。あ、じゃあこれ乾かせばドライブロックなるんじゃね？いかだに置いて乾かすことができますって、そういうことやん。釘できたやん、もういっぱい。釘できたやん。これ逆引きみたいなことできたりする？もしかしてできない？ダメか。もうみんなヒント言いすぎだよ、待ってよ。あ、じゃあもうこれ簡単にできちゃうじゃん。でとりあえず釘作って、その前に俺喉乾いてるから、喉乾いてて死にそうだから水入れて、イカダの上で生活してるのにテレパシーで情報が伝わってくるっていう、もう謎の状態になっちゃってるから、この人。よいしょ。で、どうすればいい？大きい区画を作ろうっていう話よね。何が欲しいの？あと調子が1個ぐらい。イエス。まあ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 、ここら辺やな。イエス、グッド。で、何植える？何植えようかな？ココナッツかな？ココナッツかな？マンゴーだな。ここはマンゴーだろ。マンゴー、イエス。イエス、マンゴー。よいしょ。さあ、いやいや、ここに上陸しよう、頑張って。だから R じゃないんだって。どうやって乗るのっていう話よね。ちょっと離れすぎたんだよ。離れすぎたんだよ。もう一回ジャンプして乗れる？もう一段あれば乗れそうだな。アクス持ってる持ってる。インベントしまおう。じゃあいざ。サメどこにいる？サメあっちだから大丈夫だな。オッケー、入れた一発で。一応念のため落ちた時のこと考えてたけど大丈夫だった。よいしょ。もう拾えないな、ほぼほぼ。おい、拾えない言うてたやん。どこやねん、俺のイカダは。あっちか。うっ、落下ダメージないのに。ダメダメダメ、絶対ダメ。絶対食わさねえからな。よいしょ。ココナッツ。こっちでよかったやん。お、マンゴーもう生え始めてる。いいね。待って。
していこう。よし。槍が壊れた。あ、もうダメだ、ここ。ダメだ、ここは。木がねえんだもん、だって。だって木がないんだもん。どうしようもねえじゃん、それ。今度、あれがないもん。ファンデーションのプラスチックなの。ちょっと怖いから、こうしとこうか。マンは大じゃん、それ。よいしょー。ヤシの実。うわー、クス壊れた。一回帰ろう。で、これとスクラップと、アークス、ロープか。ロープ。種。あれ？ここじゃなかった？こっち？ヤシ、マンゴー、スイカ。あ、スイカ！スイカいいな。スイカにしようよ。スイカ何回も食えたもんね、あれ確か。どうやって上がるんこれ。上がれないじゃん。やだ、上がる、上がりたい。ほいっと。うわ、ほいっ。やべ、どこだ、ここ。サメに食われる、ここ。上がれないかな。あ、やべえね、これ上がれないっすね。嘘だ。これフックに引っ掛けてさ、俺釣り上げてよ。もう待て待て、それまぜ、それまぜ、それまぜ。あ、そっちだったら大丈夫、そっちだったら大丈夫だけど、上がれねえじゃん、それ。上がれそうだな。あっち側行けるんだっけ？ちょっと待って。あっち側行けるんだ。さらに向こう側か。ここね。カゴがあるかどうかなんだよな。やべ、これまずい。これまずいっす。サメが来るか来ないかで、ね、いいだって。うっ、プシューってびっくりするやん。マジびっくりするやん、そのプシューは。海藻拾いいって書いてるの、靴に。あ、もうダメだこれ。海藻拾うと何かがダブってるし。うん。
を拾ってもっと早よ。石絶対粘土がそこら辺にあるから。お腹空いてくるな、これやばいな。これなんだ、石、粘土きたー。やばい、俺のマンゴーが助けを求めている。違う、マンゴーじゃなかった。持ってかれたやん、もう。とりあえず水飲もう。これも違う。粘土下に置くと乾きます。え、ちょっと待って、それ違うよね。木がないし、じゃ粘土もう一個ぐらい必要じゃん。ロープがないな、そこはもう諦めよう。木も足んねえじゃん。ハマグリ、これは溶かしてベトベトしたものに変装、変形させることができるって書いてあるね。とりあえずサメを忙しくしたいんだけど、あれ作るか、餌、ロープとニシンと生ガツオ。どれぐらい時間稼げるのかな、これで。それともこれで殺せってことかな。こっちにしとこう。届かねえ。この間潜ろう。まだびちゃびちゃやってるな、あっち。粘土とかない、粘土とか。粘土きた。やばい、水がない、水がない。まだびちゃびちゃやってる、あっち。水じゃねえ、空気だ。結構長い間、持ちそうだね。まあそうじゃないと困るわな。今の回収間に合ってなかった。ああもうやめろ。まだやってるね。結構長持ちするな、本当に。お、砂いいね。まあまあ思ったより長持ちしてたからいいかな。思ったより長持ちしてたね。で砂と粘土で
ドライブロックだろうものを作りたいから、ウレタレンガ1個作って、多分2個必要なんだよな。じゃあもっと砂と粘土必要じゃん。絶対ドライブロックになるんだよこれ。よし。でドライブロックなんだっけ、ポージみたいなの作れるんだよ確か。どれだ、これか、これだ、溶鉱炉。あ、砂と海藻も溶かせるっぽい。あ、じゃあベトベト作ったり、ガラス作ったり、インゴット作ったり、これできそうだね。アドバンストグリル、あ、これもいいな、いいな、アドバンストグリルいいな。インゴット作れるようになりたいね早くね。え、銅のインゴットっていうのがあるぞ。これも欲しい。作れるんじゃねこれ。どうせガラスの数が足りないんだろうな。やべ、めっちゃ荒れてきたわ。アドバンス浄水器、喉乾いてるよ、アドバンス浄水器。ほらガラス4枚って、まあそれは貴重だからな多分。ここで取れる分だけ取っていくか、砂とあれを。ここじゃないと多分取れないもんな、ベトベトとか、ベトベトじゃない、海藻とか。でも溶鉱炉作るのって絶対さ、あれだよな、いっぱい必要だよね。足りないな絶対、これ足りないな。ハマグリって何に使うんだっけ結局。ネジ、濡れたレンガ、ストリーマー、ストリーマー違うな。ハマグリ結局謎だわ、一回研究しよう。はい、わからんな。カカシ、あ、釘あるからカカシ作れるじゃん。ヤシの葉研究してないの俺。絨毯いらないな、椅子いらない。あ、鳥、あ、鳥の巣か、ハマグリは。なるほど、鳥の巣か。卵料理食えるようになるのかな。で、カカシ作りたいんだよ、カカシ。カカシなくね。うん、死んだの？何なの？木ないって言ってるよ。木やばいな。え、ここで木結構回収したんじゃないの？木切って。ダメだ。結構使いますわ。あの樽も取りたいけどな。あそこに建築できれば絶対ばいのにな。建築できねえのかな。できないわね。木切りたい。どうにかして登れないっすか。
無理かな。お腹空いてきたっぽいから。パイナッポーはまだ、パイナッポーじゃない、マンゴー。もう一個食べちゃう。で、あっちの先だったら多分採取できるから。ここ後ろ帰ってこれるんだっけ、俺覚えてないよな。よし、つなぐ。で、ここでさ、サメ来たらもう負けだよな、俺。よいしょ。よいしょ、石。これ砂。おお、砂だった本当に。これ粘土。わかんねえな、違いが。言いながらやってはいる分。うわ、あべし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 。本当にサメ来た。本当にサメ来た。本当にサメ来た。あ、びっくりした。あ、びっくりした。今、心臓止まると思った。あ、やばかった。やっぱさ、酸素ボンベ欲しいな。ってことは、ブドウのベトベトが4つ。無理だな。私も作りたいな、こいつが。こいつが心配だから。もしかしてこれってさ、木になったら、木も加工できるんじゃね？だとしたらすごい。食べ物と木と、うまくいけば葉っぱまでいけたら神だな。だとしたらもう、植林場作るわ、俺。だとしたら職員寮作るわ。ついでもするか。完全会場で自給自足できるようになるんじゃない。ナマズがこう、とっつれて、壊れたわ。水いる？いらない？水一回でいいんだな、ありがて。なんか焼いとこうよ。よいしょ。停泊中の木の消費は抑えたいからね。と言いつつ焼いてるんだけど、すでに。あれ？砂？粘土。濡れたらいいのか。お、ドライブロック来ましたよ。よいしょ。これでかまどが作れるようになると。さあ、何が必要か。ここにあった、ドライブロック6個だって。じゃあ6個ゲットするまでここから離れられないな。生ガツオって2種でいいんだよね。6個1個じゃダメなの。
1ある？ 1 あるか。よし、いけ。え、餌に食いついてなくね？は？餌食いついてなくね？餌食いついてなくね？やば！危な！嘘だろ、餌に食いつかねえとかあんのかよ。あれ回収できるかな、俺。今頃食いついてる。こんな HP でやったら俺もう食いつき終わったらもう無理じゃん。石じゃねえんだよ、石じゃん。やってるよな、まだ。これ鉄じゃん。壊れたし、壊れたし、壊れたし、酸素やばいし。なんだっけ、ネジがないと無理か。木が必要なのね。もう無理じゃね、そろそろあいつ帰ってきそうじゃね。金属ばっかり。金属じゃねえのに俺が欲しいの。あ、それそれそれ。やべえ、酸素やべえ。もうそろそろあれ終わるだろ。サメ終わりそう。終わってた。危な。どうしよう。粘土がない。あ、あったっぽい。ドライブロック。どれだ？なんか。え？ 2 個ずつで1個しか作れない。マジで。ハサミにももう1匹なかった。気のせいだよ。気のせいだよ。難しいかな、これ。難しいかな。お腹すき始めてる。火がないな。マンゴー。よし、わかった。こうしよう。最後のこれで遠くに投げるっていうことがわかった。時間を極限に稼ぐなら。そういうことだろう。こういうことだろう。え、それとも投げた時間からかな。だとしたらサメに向かって投げた方が正解だよな。食われ始めてから消耗するのか。もう一回取れね。取れないか。投げてからの消耗時間か、食われてからの消耗時間かがわからんな。いったね、サメ。食いつかねえのかよ。
まあお腹いっぱいとか言うなよ。これで俺が潜ったらあいつこれで来るんだろう、どうせ。あ、食いついてるわあいつ。どれどれ、これか。酸素ボトルが欲しい。よいしょ。ないない。うわー、ないな。もうスクラップないね。これあった。え、どうって、どうじゃねえんだよ、俺が欲しいのは。これ鉄だろ？あれどうだろう、また。ダメだな、これ。あ、壊れたわ、あれ。やっぱサメ倒した方がいいんじゃねえの？どっちが時間稼げるんだろうな。ちょ、停泊厳しいな、もうそろそろ。木がなくって。ドライブロックも作れないし。とりあえず1個できたけども。鉄はいっぱいある。多分鉄がインゴットになるんだろうな。砂からガラスできるんだろうから。これ乾かしたらどうなるんだろうね。粘土乾かしたら。やりたいけどちょっともったいないな。じゃあ今回ここら辺で終わりにしましょうか。で、次回どうしよっかな。もうちょい掘れそうだけどな。でも、もう釣りとかして、ネジがないからネジ作りたいけどな、本当は。ネジ作ってやりたいけど、ネジ作るためには多分、インゴットとかが必要なんだよね。木が必要だろ、どうせ。木6枚必要だ。停泊もそろそろ限界かも。木が圧倒的に不足している。あと6枚しかないから。じゃあもう次回出航しましょうか。もうちょっと無理だ。もう1回ぐらいいけるかもしれないけど、サメでもう一回までサメの餌作ってどうなるかも。あれ、どうにかなるかもしれないけど、行ってもあと1回ぐらいなんで。違う、どうにもならないっすわ。あと6個は無理だわ。ドライブロックあと5個か。5個ってことは5に10、10個ずつ必要だからね。ちょっと無理ですね。というわけで、じゃあ今回はここら辺で終わりたいと思います。次回多分出港ですね。もう
出航して木を本気で集め始めて、あ、であとこれも作れるんでね、もう釘がいくらでもあるなら、このどれだ、自動回収ネット、これをここに設置しようと思うから、こっちにね、多分壊されないだろう場所に設置して、多分こっちも伸ばしてグイグイって伸ばして、こっちもつけまくるから、一瞬で食われたわ。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。静止家でした。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。あとね、動画の説明欄に、ね、プレイリストあると思いますので、あるよね、うん、多分あると思う使ってください。というわけで静止家でした。